大谷翔平の活躍で垂れ幕がとんでもないことに。ええ、窓から光が差し込まんやん。進学校でもないのに東大生出てるやん。花巻東って偏差値高いんか？どの程度の大学までなら垂れ幕かけてくれるんやろ。いつまで昔の残してんだよ。最新のやつだけ置いとけや。花巻東にも南自民みたいな大谷アンチっておるんかな？これ少なくとも佐々木麟太郎でもう一本は増えるの確定よな。一人一個あればええやろ。部活やりながら東大とか本当の文武両道だわな。花巻東から東大合格出た方が快挙やろ。ドラゴン桜並みだわ。もう花巻大谷高校に改名しろ。大巻くんはいずれテレビデビューしそう。大巻雅人くん東大合格おめでとう。大谷と並ぶ東大生すげえ。現役メジャーリーガー二人輩出してるってすごいな。逆にプロ入りおめでとうでもいいのに MLB 行かないと垂れ幕ない野球厳しすぎやろ。同学年の200人に1人合格する東大で垂れ幕。わら。200人に1人って全体の 0.5% やぞ。普通にすごいやろ。大谷ランド開演。ご視聴、ありがとうございました。